今回は肋骨の動かし方をご紹介します。肋骨は主に開け閉めができる場所になります。肋骨がうまくコントロールできるようになりますと、綺麗なウエストラインが作れるようになります。それでは実際にやってみましょう。まず両手を肋骨に添えます。肋骨に手を添えましたら、鼻から息を大きく吸って肋骨を外へ広げてあげます。外へ大きく広げましたら、口から息を吐きながら肋骨を溝落ちの方に向かって締めていきます。もう一度行います。これが肋骨を開け閉めする正しい使い方になります。回数の目安は10から15回で大丈夫です。ぜひ頑張って実践してみてください。